結局メリカスというデータベースはバイオサイエンスデータベースセンターの統合化推進プログラムの支援を受けて作っているデータベースです。それにタイトルとして参加型医療という名前を言葉を加えましたけれども、まずここから説明させていただきます。これテイクフォーメディスンという言葉ですね。リフルが言ってまして、それはプレディクティブ、プリベンティブ、プレッショナライズド、アンパーセプタリーと、で、リフルはなんかこういうリフォーメディスンインスティテューっていうのまで作っているそういうようなんですが、まあ、私が、まあ、興味を持っているのはこの下の2つ、パーソナライズド、パーティシパトリー、特に今日のタイトルにつけたのはこの部分ですね。まあ、参加型医療という名前をつけました。つまり患者さんとか一般の人々それぞれがもっと医療に積極的に関わると、だから知識を持って関わるという形ですね。で、このトランスレーショナルバイオインフォマティクスと、まあ、こういう言葉も最近よくいろんなところで話しているので気になっている方もいるかもしれませんが、まあ、普通トランスレーショナルという言葉はその研究成果をすぐにその医療の場に生かすというようなそういうトランスレーション、まあ、場所を移すというトランスレーションですね。で、まあ、我々が作っているこのケイクメディカスも研究者が使った場合はそういうトランスレーションにぜひ役立てていただきたいと。で、そのただ単に研究成果を出す論文書くというだけじゃなくって、実際にそれを医療とかにつなぐようなところまで持っていってほしいと。で、まあ、その一つの例は多分個別化医療ということがあると思いますね。で、もう一つのトランスレーショナルというのは、これまあ翻訳という意味でのトランスレーションなんですが、その一般の人々がその一般の人々にその科学の言葉がよくわかるようにする、つまり薬の働き方だとかそういう病気のメカニズムとかいったそういうものをそのサイエンティフィックな、知識を持って理解できるように、してあげると。で、まあ、それもその我々のケイクメディカスが目指している方向で、まあ、特に今日はこちら側の方ですね。で、これはその一人一人が自分知識を持って自分の健康管理に努め、またその病気になった場合は医者とうまくこうコミュニケーションが取れてですね、そういうそれに対処できるような、まあ、そういう形が望ましいと思っています。で、ケックメディカスというのはそのケックの中で、まあ、これは従来から作ってきておりましたこのケックのディジーズとケックのドラッグ、まあ、ドラッグの方は実は大きなデータベースですが、ケックドラッグとケックディジーズをさらに発展させ、で、一つ非常に重要なことはですね、この、まあ、今の参加型というか一般の人々という考えをするときには、まあ、今までケックで作ってきたようなその研究者向けのデータベースではやっぱり非常に問題がある。つまり、まあ、むしろですね、その一般の人が抱えていることっていうのはやっぱりその自分が飲んでる薬だとか自分の病気とかそういう観点ですね。で、そういう意味でこの医薬品添付文書っていうデータに着目しまして、まあ、これをうまく統合すると。で、これはまあ、日本の場合は、ね、医薬情報センタージャピックというところからもらっていまして、それから医療アメリカのやつはその NIH の中にありますデリーメドっていうデータベースを使わせてもらっているんですが、まあ、そういうものもこのケイクメディカスの中に統合することによってですね、で、一般の人たちが自分たちが関係しているデータから出発してそのサイエンティフィックなところまで話がつながるようにという、まあ、そういう流れを目指しています。で、今言ったことをもうちょっと別の観点からご説明させていただきたいんですが、まあ、その薬という概念ですね。医薬品って結局の中ではこれは一つの化学物質ですから、化学構造を持った一つの物質なわけですね。で、その物質がどういうその働きをするかとか、どういうそのパスウェイとか、あるいはタンパク、今日ターゲットとなるタンパクとどういうインタラクションをするかとかですね、まあ、そういうことを、まあ、我々は、まあ、研究者としては興味があるわけですね。それから、まあ、ここに書いてあるのはこれ ATC 部分といいまして、WHO が作っているアナトミカル、セラピューティック・ケミカル・クラシフィケーションということで、まあ、どの臓器に対するどういう効果を持った薬で、その化学構造が何だという、まあ、そういう分類があるんですが、まあ、こういう分類体系を作ると、まあ、一つのまあオントロジーみたいなものだと思いますが、まあ、そういうものを作ると、そういうものとまあこう対応させるという。で、こちらの
この左の方はやっぱりその研究者としてその薬をどう見てどういう、どういうその考え方でどういうその薬の働きとかを繰り返していくかというところにつながるんだと思いますが、一般の人たちあるいはその医療の現場に携わっている方々にとってはやっぱりこれは一つ一つの薬なわけですね。実際に使われている薬、つまり薬の商品なわけですね。でその商品の単位で考えますし、それから先ほど言いましたこの添付文書というのは複数の、まあ、例えばこういうそのグラム数が違うものとか一つの添付文書にまとまってますので、そういう添付文書の単位あるいはその人の商品の単位という、まあ、そういう階層があるわけです。ですからこういうふうなずらっとこういう階層を並べて考えると、まあ、一般の人が考えている薬と研究者が持っている薬というのはちょっとやっぱり違いがあるかな。だけど、トランスレーショナルっていうことは研究者側がこちらから入ってここまで来る、それから逆の翻訳という意味のトランスレーションという意味では一般の人もこっちから入ってプレゼンサイエンティフィックマッパにつながるという、まあ、そういうその道筋を作っていってるわけです。ちなみにちょっとここに書いてありますけど、まあ、我々その、まあ、データですね、いろいろこうアクセッションナンバーとかそういうのがありますけど、まあ、それと同じようにこういう薬とか商品とか全部 ID がありますが、ただ問題はこの ID がくるくる変わったりとかですね、それからいろんなタイプの ID があったりとかいうことで、まあ、ちょっとサイエンティフィックなデータの ID の処理はちょっと違うことをやらなきゃいけません。このスライドはまあ今と同じようなことを、今の薬の階層ではなくて今度はその生物種の階層という観点で、眺めたものなんですが、まあ、この人という言葉ですね、ホモサピエンスと、で人ゲノムが決まりましたと、まあ、それはもう2000年初めに決まったという、ことは、まあ、そういうその人っていうのはこれはあくまでもやっぱりこれは研究者側から見た人、生物種としての人、じゃあその生物種はそのどういうその系統種の中でどういうふうになっているかっていうようなことをやっぱりその研究者とは非常に興味あるわけですね。だけどその一般の人々にとってはやっぱり自分自身、まあそれ研究者だって、まあ、実際病気になれば多分やっぱり自分自身の人っていう側面の方が多分大事になると思いますけど、やっぱりその自分自身であったりあるいは家族であったり友人であったりという、まあ、一人一人の人なわけですよね。でそういう人のが考えているその、にとってどういうデータが大事かと、で、まあ、先ほどの医薬品ではやっぱり一人一人自分が飲んでる薬というようなそういう、非常に身近なところからデータこの血液ガスに入っていけるようにしようという、そういう概念でこのデータベースを作っています。でこの左側にあるのは従来からあるその研究者向けのデータベースの入り口なんですが、それに加えてこの右側からの入り口をこのプロジェクトの中で、開発してきました。でその辺をちょっと、紹介させていただきたいと思います。でこれはまずケグメディカスのトップページで、まあ、ここ URL がありますけど、この、トップページ、からまあ、ここに今ちょっとこれ10月1日少しリニューアルしましたけど、この、今と同じ概念の絵があって、まあ、このどれかをこうクリックリするとそのインターフェースに行くようになっているんですが、そのインターフェースの説明は下の方にあります。でここで、まあこちら側にあるこの4つ並んでるんですが、医薬品情報、疾患情報、医薬品相互作用、それからお薬手帳といったものをちょっと説明していきます。その前にケグメディカスのちょっと全体像を理解していただくために、その内容についてもうちょっと細かくお話しておくと、まずこのケグドラッグというこの薬、医薬品、これは昔前から作ってきたケグの中の医薬品のデータベースなんですが、これは日本とアメリカとヨーロッパと、にあるその、まあ、最初は医療用医薬品ですが、まあ、日本とアメリカについては一般用も入ってきてますけれども、その後そういう一般用の医薬品の成分ですねも入ってますが、そういうものを、まあ、化学構造を中心にして、まあ、一元的にこう管理すると。だからまあ、これ名前で統合するならこれは実はよくなくって国によってその名前の標準化は違いますので、やっぱり化学構造というのは一番のユニークな ID になるという観点で、日本が日米用の医薬品を化学構造で一元管理しております。でそれに、先ほど見せた ATC の薬効分類とか他の分類に載せていったり、それからまあこの辺はまあ従来からあるその結局の他のリソースのパスウェイだとかあるいは代謝とかに
つなぐ情報ですね。それからこの薬物乾燥剤というのは、これは後で説明しますけれども、この添付文書から抜き出した情報を、まあ、ケックのドラッグの、ね、エントリー、ケックドラッグのエントリーは D 番号エントリーと我々言っているんですが、その D 番号エントリーの総合剤として、コンピューター化して、これはこのプロジェクトの中でコンピューター化をやっております。でそれからこの添付文書のリンクですね。でディゼイズの方は、まあ、これは全ての病気というわけではなくって、その、まあ、遺伝要因が分かっている疾患、まあ、単一遺伝子性のものがあれば単一性のものがありますけども、そういう疾患と、それから感染症の疾患で、それは病原体向けのものが分かっているものという、まあ、そういう、制約で、データを集めているんですが、その概念としてはその薬も、薬というのはまずそのパスウェイとかそういうところに対する揺らぎの物質であるという観点ですね。それからこのそのディズニーのデータベースの方も、病気というのはそのやっぱり遺伝子の揺らぎだったり環境の揺らぎということで、この生態システムが揺らいでいるという、まあ、そういう観点で、ですからその、まあ、エクチェとパスウェイデータベースのイメージを皆さん持たれると思いますけれども、そのパスウェイの揺らいだ状態、あるいは揺らがせる揺らぎ物質というような、そういう観点でこちらのデータベース化をやっているわけです。で、あと、まあ、これは先ほどちょっと言いましたけども、そのジャピックとデイメドから日本とアメリカの医薬品の添付文書で、これは全て、ただアメリカの場合は、実際中に取り込むことをやっておりませんで、まあ、で最後のデータのエントリーのところは、デイメドを直接見に行く形にしたり、まあ、いろんな検索ができるようになっているんですが、いろんなエントリーレベルではオリジナルサイトに飛ばすような形をのインテグレーションをやっています。ジャピックの方はもう完全に XML をパースして、我々のオラクルデータベースの中に入れるということをやっております。ケックのオラクルデータベースの中に入れています。ケックと同じオラクルデータベースに入れています。で、それから、まあ、こちら側、そのこのケック、一応、まあ、これはちょっとプロジェクトを変え、この統合化推進と別のところで開発しているものですけども、ケックノブライトとか、このパスウェイの中からこういう情報も、統合化するというアプローチをとっています。で、まあ、今から4つのこの、インターフェースのところをお話ししますけれども、まず最初がこの医薬品情報の部分で、まあ、こういうインターフェースで、まあ、ここに何件あるかというのが出てますけど、まあ、ここに適当なキーワードを入れていただくと検索がかかりまして、でここに今5つのこのタブが出てますけど、一番左はケックドラッグ、それからこの2つが日本の医療用と一般用の医薬品で、こちら側がアメリカの医療用と一般用の医薬品をこれ一括検索するようになっています。で、まあ、これらは全てここに書いてますけども、この添付文書っていうのは、その結局の D 番号のレベルで全部その対応付けが行われていますので、まあ、D 番号でその統合したという形になっています。で、まあ、日本語のキーワードを入れると、日本、この3つのタブしか検索結果出てこないんですが、英語のキーワードを入れるとアメリカの部分も一緒に探して5つのタグが出てきまして、この場合はワルファリンという、まあ、まあ、よく知られている薬で検索した例が書いてありまして、まあ、ここの部分は日本の医療用の医薬品、ジャピックからもらっているデータベースを検索した結果で、こちらはそのデイリーメッドの方のでのワルファリンのここの部分ですね、医療用の、がまあ、こういうふうに一覧で出まして、でこの後クリックするとそれぞれのエントリーと、まあ、ジャンピックの方がこれ外部のデータですけど、これは外部へのリンクになっております。それで、まあ、どれで、多分3強のやつだと思いますが、あ、ごめんなさい、エーザイですかね、エーザイのやつをクリックすると、まあ、こういう画面になりまして、またここがまずその添付文書の
コリダピックから取ったデータベースの概要を、まあ、我々の形式に変換して、あとは D 番号とかへのリンクを蓋してるしています。でそれと同時にですね、こちらのタブを開くとこっちになるんですが、ここでその、ラテックドラッグではこれがどういうふうになっているかと。でそうすると、まあ、あの日本の製品の名前とかアメリカの製品の名前とか、それから、まあ、結局ドラッグに入っている他のいろんな情報が出てきます。それとかも出てきまして、で一つちょっと今特に話したいのは、この丸で囲んでいるところで、このゲノムバイオマーカーという部分なんですが、このマルカリニア、あのこれは日本では実はまだないんですけど、アメリカの場合は2つのゲノミックなバイオマーカーがありまして、それがこのアメリカの天候現象を見ると、あの、まあ、例えばこういうふうに書かれているいまして、その前に、ごめんなさい、ちょっと戻らせていただきます。でここ2つ、ちょっとこれ小さくてわからないと思いますけど、2つ遺伝子があるんですが、1つはこの、ワルファリンのターゲットとなる遺伝子の、でもう1つはこのワルファリンが代謝される、あのスティップ代謝酵素のが、あの、マーカーとして挙げられています。でそれは一、まあ、つはそのターゲット、このワルファリンというのはこれ抗血栓薬です。血液が固まらないようにするお薬ですけれども、それは、このビタミン、あのこういうそのビタミン系エポキサイドリアクティスというのがターゲットなんですが、ここはそのビタミン系を作るバイタミン系サイクルと書いてますけど、これ結局のパスの絵ですけれども、でこれがその下にそのコンプレメント、コアギュレーションカスケードと書いてまして、そのコンプレメント個体の経路を、まあ、あのに作用してその血液を凝固させるんですけど、まあ、これがインヒーターになって、でそのこの流れを止めるという役割をしているというわけです。で、それからもう一つの方がそのこの薬自体を代謝する酵素で、それがそのジェノミックなパターンがどうであったときに、またこれも DB スニックの どのスニックだということが書いてあるんですけど、そのどういうパターンのときにはこういうふうにした方がいいよと、まあ、これが分かってな、これが分かってないと使っていけないという格好ではないんですけど、まあ、これがもし分かっているんだったら、そのゲノミックなマーカーをこういうふうに使えるというあの、まあ、指針がそのすでにアメリカの天文社の中には書かれています。でアメリカの場合これもすでに100以上の、そういうマーカーがあの使われてまして、でこれを、まあ、こういうことを日本で医療行為の中で使っていいかどうかでちょっと私に言える問題ではありませんけど、少なくとも、まあ、我々はこういう現実があるんだということは、まあ、認識するべきではないかと思いますね。以上が、まあ、医薬品の添付文書、まあ、日本とアメリカのどういうふうに使うかっていう一つの例ですね。それで疾患の方ですが、まあ、この部分は、まあまあ、これは、まだかなり開発中のところも大きいんですけれども、まあ、一つはその疾患エントリーというものを我々作ってまして、まあ、あのいろんな病気、先ほど言ったような病気の、に対するその揺らぎとなる遺伝子が何だとかね、そういうあの、まあ、病原体のゲノムはどうだとか、そういうことを蓄積したそのデータベース、あのデータエントリーを作っているのと同時にですね、この病気に関してはその先ほどのその添付文書やそういうものが実は今うまく、使えるものがないんですけども、この標準病名というあのこれはレセプトとかで使われる、病気の名前の、まあ、標準化をやっている、一環で作られているものなんですが、そういうものとのリンクをあのこれが ICD-10 のあのというあの疾病分類を通してインテグレーションをしています。で、まあ、一つ例を挙げますと、これ糸状菌というあのこれさっきポスターで実はこれこの例が出しちゃったんですけども、キーワードで探すとこの糸状菌のに感染する、まああのまあ、感染症ですね、あのこれ結局ディジーズのエントリーで、まあこの辺に標準病名が並んでいるんですけども、あの、まあ、現状ではこういう形になっていると。で、ここにその薬の例がありますけども、まああのまあ、あのどういう薬を使ったらいいかと。
というようなのが書かれています。それでですね、仮に、ここにある病気にかかった人がいたとしてですね、この下訓のお薬手帳のちょっと例をお話ししたいと思います。まず最初のこれちょっとどういう概念で作ってるのかっていうのからいきますけれども、お薬手帳のもちろん、ね、薬局とかでもらうノートがありますけど、それをオンライン化するというのはもちろん一つの大きな理由ですが、将来ですから現状では自分が使用している処方薬 OTC を自分で管理できるようにしようと。でそれからこれも後で言いますけれども、自分が飲んでいる薬の中に何か組み合わせとして良くないものがないか、飲み合わせの悪いものがあるかどうかっていうチェックを簡単にできるようにする機能が入っています。でただこれ将来的にはですね、これはお薬手帳と言ってますが、もうちょっと広く自分の健康管理手帳みたいなイメージで、例えば健康診断とか人間ドックの検査値を入れるとか、それから先ほどちょっとお話ししましたけども、そのゲノムのバイオマーカー、まだ日本では使えないですけど、自分のそういうマーカーを調べてほしいっていうことが、調べてくれるところがあれば、それを自分で記録しておくことも可能になり得るわけですよね。でそういう形を取っていって、で将来的にはこういうものをですね、当然薬局だとか、あるいはお医者さんとかに見せることができますので、そういう自分の健康履歴というものが、これ自分で管理するというのが大前提なんですけども、そういうものをそういうものを作っていこうと。で、ここに書いてありますけど、ウェブブラウザーのローカルストレージを使ってますので、クッキーと同じように、これはそのブラウザー依存で、その自分のところにデータがありますので、サーバーには一切データは分かりませんので、そういう個人情報の問題はそういう意味ではこのシステムにはありません。でここで仮にですね、この下の2つは、これは高血圧系の病気をして、この人がしてたとして、それでこういう薬は内科からもらったと。で、それに加えてですね、先ほどの心筋症にかかったので、皮膚科に行って、お薬もらったという前提で、こういう4つの薬が入っていったときに、この薬品の相互作用チェックというのをやるとですね、この右下に出ているような答えが出てきまして、こういうことは普通まずありえないでしょうけど、実はその併用禁忌が入っていたという、これは当然皮膚科の先生はこういう時は気をつけると思いますけど、こういうことは自分でチェックできると。で今のはお薬手帳という形から相互作用チェックをしましたけれども、それとは別にそのウェブにもインターフェースがありまして、それがこの医薬品相互作用情報のインターフェースですけれども、そこに医薬品のリストを入れて、その中に組み合わせの悪いものがないかということをチェックする機能があります。でその医薬品相互作用データベースというのは、これはキックトラックの中で、作っているものなんですけれども、その日本の医療医薬品添付に処理併用禁忌や併用中に伴う医薬品間の相互作用を全て抽出して D 番号のレベルでまとめて、でそれプラスここまでは全て添付文書に、この上のところは添付文書だけの情報ですが、それには我々独自の SIP とかそういうターゲットとかの情報をプラスアルファで加えて作っているデータベースです。でこれを検索、これ D 番号レベルでもこういう検索インターフェースがありますけれども、ちょっと時間がなくなってきたようですので、こういうことができて、さらにこれは先ほど の心筋症の薬だと思いますが、それに対するその組み合わせの悪いやつの一覧が出て、ただこういう一覧見ても分かりにくいので、この後はそのゲグマッパーというやつの機能を使って、このブライトの階層に載せるとですね、もっとその意味付けがしやすくなりますので、そういう例がここに書かれています。であとその、これもちょっとパスウェイデータベースの話なんですけども、その結局の、パスウェイマップというのは、その普通の分子間のインタラクションのネットワークだけではなくって、その医薬品の開発の歴史といいますか、そのメディシナルケミストリーのその歴史を構造展開という言葉があるんですが、どういう
ふうな歴史で焼きが開発されてきたかということも、そういうマップも存在します。であと、少しだけこの、アクセス統計のことを触れてきますが、結局メディカスの部分はですね、実はこれ最近非常に急激に伸びてまして、まあ、これ前の東京デトロイトの時のベロネット薬品って大体2万月間ユニークビジターが2万ぐらいだったんですが、今10万を超えるほど前に伸びてまして、まあ、これは、まあ、こんな急激な伸び方っていうのは今まで我々、まあ、私も結構長い間やってきますけど、こういう伸び方がちょっと非常に今まで初めてで、まあ、これはおそらくですね、今までの、その研究者とかそういう人たちではなくって、その実際のその違うタイプの人ですね、まあ、がこれは明らかにこのデータベースを使い出しているということの範囲だと思っています。で、まあまあ、ちょっとだけ解析してみると、その、まあ、どういうキーワードで入ってきているかというのはこれ分かるわけですけど、そのキーワード上の方に出てきているやつの薬が実はこの Google の、 検索結果で上の方に出るので、まあ、それでもう我々の検索インターフェースとか別に通らないで Google だけで、直接我々のデータベースに入ってきているというようなことが結構増えてきている感じがあります。それとは別に、まあ、これは我々が独自にリンクを入れるんですけども、ウィキペディアの中に、結果へのリンクを加えたりとかですね、ですからそのウィキペディア全体のリソースとして、まあ、いかにその、まあ、我々のこのゲームメディカスを 使える形にしようかということでいろんな試みを、やっているところです。で最後に、まとめですけれども、まあまあ、いくつかのインターフェースを作ってきてるんですけれども、まあまあ、要点はその研究者だけではなくって医療の現場で働かれている人やその一般の人々にも有用なリソースとしていこうと。で特にその一般の人々がに対してはその薬手帳という形でね、まあ、身近な形で、こういうそのゲノムとか医学とか医療、ゲノムとか病気とか医薬品とかそういうことへの理解につながるようなリソースにしていきたいと思っています。ご清聴ありがとうございました。